はい、皆さんこんにちは。エナです。タカです。エイティブログです。本日は皆さんにご報告があります。報告報告私たちはテレビに出ることになりました。イエーイ。テレビ放送が決まりました。すごいでしょ。僕らの YouTube の動画にアップしてた動画をこう短くテレビ用に放送するっていう感じかな。ケーブルテレビのスターキャットっていう放送局で僕らの動画が流れることに決定しました。まあ名古屋の人しか見れないけどそれでもすごいね。すごい。私たちはめちゃめちゃ嬉しいです。実際に見たい人は名古屋でしか見れないですね、うん、ケーブルテレビだからね。ローカルだからね、はい、まず放送エリアなんですけど、まあ、名古屋市を中心に放送します。放送のタイミングは初めて放送されたのが7月6日だったんですけど、もうすでに放送されてます。そうで、これからもう定期的にというか、そうそうそう、こういったスケジュールで放送されます。どういう動画が放送されるかというと、うん、まあ、名古屋のチャンネルですので、うん、名古屋とか愛知のいろんな魅力をそこで発信するみたいな感じで、うん、いくつかの動画が放送されるんですけど、うん、1個目の動画が徳川園で遊びに行った時の動画になります。去年撮った動画だね。そうそうそう。それ以外にもいくつかの動画を短くしてスターキャットのチャンネルに載せる企画があります。このご報告以上になります。ぜひテレビで見たよという方がいればコメントしてください。名古屋エリア限定ですけどねそう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 。他にテレビで働いてる方々が私たちを見て、うん、あ、これいいなと思ってるのがぜひ私たちに連絡して全国的には放送したいのでチャンスがあればねというわけですごいめでたいことが決まりましたので、お祝いしたいですと思います。じゃあ準備してください。じゃじゃーん。最近は蓬莱泉という酒蔵に行って自分たちで日本酒作りました。そう、面白かった。面白かったし、そこで飲んだ日本酒も美味しかったし、そうで、今回は日本酒をね、送っていただきました。酒宅っていう日本酒を送ってくれるサービスっていうのがあって、そこのね、会社さんからこの日本酒配信サービスを提供いただきました。で、ちなみに今回届いたのが日本酒、日本酒、日本酒2本に、日本、日本酒おやじが出て皆さん、きつい、きついですよこれ毎晩こういうことを言われてドイツ人から親父ギャグを言われそう、私の親父ギャグめっちゃ面白いのにもうみんな今サブと思ってるよカメラの向こうで。なんで外国人のみんな親父ギャグ面白いじゃないですかはい、というわけで流していきましょう、はい、日本酒が2本と、あとおつまみが2つだね。で、あと本当はこれ2回目の配信から届く日本酒を飲むグラスですね。今回僕たちは特別に初回から送ってもらいました。めっちゃおしゃれ。うん。で、ちなみにここのおつまみ食べ方もね、書いてあるんだよね、こういう風に、はい、青のりの方、はい、青のり、これは表面がパリッとなるまでフライパンで焼く。で、もう一個青のり、あれ間違えたというわけで、まずこの酒のつまみを作りましょう。はい、めちゃめちゃ匂う、ちぎり天めっちゃ美味しそう。教えて、何か何を飲んでるか教えてください。こういう風に日本酒の説明も届きます。岩崎酒造さん。本当はお互いに入れなきゃいけないですね。おお、親父どういうこと、親父これぐらい、いい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 、おっと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 おっとっとっとだよ、いいいいいいじゃなくて、おっと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 だよ。いや、これぐらい飲んだらめっちゃ酔っぱらうよ。おお、はい、でいい匂いするわ。乾杯。おお、めっちゃなんか炭酸みたいな感じ。うん、俺も今シュワッと感じたなあ、これね、山口県産の岩崎酒造さん、
が作った蝶葉福娘を書いてあった。香りについて、炭酸由来の爽やかな香りとともに、あ、よかった、私たちバカ舌じゃなかった、だからね、おつまみなんですが練り物だもんね。いただきます。持ち上げられないよ、でかすぎて。しみる。ちなみにさっき一番最初に話してた、まあ、スターキャットでの放送の話なんだけど、いろいろね、こう YouTube で流してた動画をそのままこうポッと流せるかと思ったけど、意外とね、壁がね多いんだよね。ハードルが高いというか、やっぱ YouTube の世界とこのテレビの世界って全然違ってて、うん、だから基本的になんか YouTube の動画はそんなにテレビで見ないよね。そう、見ない。だから俺たちの今回の試みってかなり珍しくて、スターキャットさんもかなりチャレンジングなことに挑戦してくれてそのパートナーに選んでくれたんだけどそう、本当にありがたいんだけど、全然ね世界が違いました。こう実際中に入ってこう見てみたら、こちら山田錦純米酒ライト、またこれ味が違うんだろうね。なんかおっとっとっと、あ、全然違う。本当だ。乾杯。乾杯。あ、全然違う。全然違うね。こっちはなんかすごい柔らかく頭撫でられてる感じ。ドローンとした頭を撫でるような香りとか味って書いてあったら、もう俺日本酒マイスターになるよ。あ、やばいよ。みずみずしさとフレッシュ感のあるアタック、まさにライト。まあそうだね、ライトだね、さっきのやつと比べるとね。何枚もライトだよ。そうだ、純米酒ライトだ。あれ、こちらの方が普通にマヨロ…マロ…マイ…もう酔っ払った。わし動画切って飲み明かすぞ。この動画はもう終わったらもうみんなあーになる。ああ食べる。はい、いただきます。胡椒を振ったけど、うん、いいアクセントになってる、うん、日本全国の酒蔵さんかなからチョイスされて毎月2本こう送られてくるんだけど、だから自分だと選ばないようなお酒もこう飲めるじゃん。わかんないでしょ。だからすごいいいよね。毎月送られてくるけど結構自由なプランでしょ。そう、基本的には1ヶ月に2本送られてくるんだけど、まあ例えば月1本でいいよっていう人は別に月1本送ってもらえるし、で今月スキップしたいなっていう人は今月スキップできるし。もう酔っ払っちゃう、ちゃったよ。これもすごい熱くなってきた。熱っ。というわけで本日紹介した酒たくさんのサービスなんですけど、僕らの視聴者限定で特別にクーポンコードを発行していただきましたので、まあ、詳しい情報は概要欄にいろいろ載っけておきますので、ぜひね興味がある方はチェックしていろいろ飲んでみてください。飲みすぎ注意です。そうだね。酒たくさん、ちなみに YouTube チャンネルも持ってます。酒蔵さんを紹介するような動画もあるし、まあ、日本酒を紹介するような動画もあるし、 YouTube チャンネルも概要欄に載せておくので、気になった方はチェックしてみてください。そうだね。私たちの報告楽しかった、応援したいという人はいいねボタン押してください。名古屋エリアに住んでる方はね、見てみてください。ぜひスターキャットのチャンネル12チャンネルで動画見て、あ、本当に流れたよ、ね、みたいなコメントが欲しい。そう、あとはなんか YouTube のクオリティをテレビで映るってなんかちょっと新鮮じゃない。全然クオリティ違うじゃん。だって向こうはプロで僕たち素人じゃん。ど素人が編集してる内容をさ映して視聴者はどう思うんだろうっていうね。そうだね、そうだね。気になるのでぜひね、見た方はコメント欄で教えて、コメントで感想を教えてください。はい、めちゃめちゃ楽しみにしてます、皆さんの反応。はい、なのでまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。